面白テンション高おん優しい女です。あー、手が苦手なので。超解説、超プレゼン、超メガネちゃん、超知りたい、超先生、超教えてねんねちゃん。僕たちが超重大撮影でやっぱしてきていろいろ見てきてもらってると思うんですよ。一人一人知り尽くしてくれてるわけじゃないですか。さすがにね、はい、もう1年以上経ってる。そうだよ、さすがに少ないと思う、うん、らしいの、らしい。でもそのちゃんまだやっぱりね、撮影来てもらってるけど私たちけどこうなんか深められてない気がするんですよ、まだね、知ってもらえてない気がこっちはするわけ、はい、大親友小野井さんに今日は私たちの一人一人のプレゼンを、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、はい、はい、一人目のご紹介をします。はい、この方は本もあやかさんです。はい、本もぼーじゃない、本もじゃない。出身地は埼玉県ですよね、はい、埼玉県出身の19歳です。19歳。はい、先輩の口癖はですね、私によくできんのかって言ってきます。できんのか、小僧にできんのかってよく言われます。本望さんはですね、はい、あまり恋愛経験が少ないので、はい、彼氏いないいじりとかそういうのをするとすごく怒られる、怒る、傷つくっていうか怒る、怒るので。本望さんはそしてですね、はい、ゲームを失敗するとすごく3日ぐらい引きずります。真面目なの、負けず嫌い、うん、なので負けてあげてください。はい、多分ヤマトさんゲームすごく得意だと思うんですけど、負けてあげてお願いします。怖い、先輩だし。つまり先輩を一言で言いますと、面白テンション高おん優しい女です。あ、私の研究結果は以上となります。素晴らしい。ご質問はありますか。どうやったら仲良くなれますか。ヤマトさんは、うん、呼び捨てをしてあげる。え、本持って、あやか、あやかちゃん、あやか、あやか、うん、やってますか。でも挑戦中、うん、いろいろ研究結果を研究しているので一緒に頑張りましょう。はい、頑張ります。一緒に頑張りましょう。頑張ります。終わり。次2人目は、みくまるるさんです。はい、みくまるるさん、出身地は兵庫県。兵庫県、うん、兵庫県の19歳です。はい、先輩の口癖はというとですね、はい、なんでやねん、あーほんまやで、うん、よくお使いになられてらっしゃいます。言ってるよ、せやでちゃうで、んルルとかもよく使ってらっしゃいます。ルルさんはですね、地元の兵庫県をバカにすると怒ります。地元が強いんですよ。例えばどんなこと言ったの。うん、ちっちゃいよねとか。地元愛が強いのですごく怒る、うんうん、すごく怒る、すごくどんくらい怒る。え、もう食べる。めっちゃ怖いやん、めっちゃ怖いやん。食べる。そんなダメなんじゃ、食べられる。気をつけないと。気をつけないと。気をつけてください。気をつけます。はい、ルーさんは基本的にポジティブなので、あまり泣くこととかがなくて、基本笑顔なので、どうやったら泣くのかなと研究中です。ルーさんに身長低いと言うと切られます。はい、ルーさんは私より身長がちょっと低い、嫌われるよ、切られます。やばい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 、私より身長嫌われてしまいます。聞こえないようにしてる。つまり先輩を一言で言うと可愛いです。研究結果は以上です。あ、質問はありますか。じゃあ同じでみくまさんとどうやったら仲良くなりますか。みくまさんとは、はい、ハグ、ハグ、懐っこいのでたくさんハグをして、はい、たくさん可愛いと褒めてあげてください。わかりました。
はい、3人目のお名前は内山優香さんです。優香さんの出身地は千葉県、そして19歳です。19歳、うん、先輩の口癖は、口癖というよりか行動なんですけど、優香さんは大笑いをした後にすぐ真顔になるという特徴があります。わかる、確かにちょっとわかる、はい、切り替えが、あ、これだ、今のね、こういうところがすごく特徴的です。優香さんは、自分のお名前の優香のお花を香るとかにしちゃうとすごく怒られるので、本当にお名前はやっぱ気をつけるべきです。本当に本当に気をつけてください。花です、花、花ね、はい、優しいと書いて、はい、花。そして優香さんはですね、優香さんはですね、あ、悲しい映画を見ると泣きます。それでもそうだ。よく泣きます。あ、よくね、一人よりはよく。優香さんもそうですね、負けず嫌いなので、うん、ゲームとかは、うん、負けちゃうと引きずるので、はい、負けてあげる。本当にゲーム強いと思うんですけど、優香先生をあ、間違えた、ポジション。つまり先輩を一言で表すと、スペシャル優しいテンション高女です。おー、詰め込んだね。質問ありますか。なんじゃろう、やっぱりそのもやっぱりなんか思い浮かばんけ、なんかみんなと仲良くなりたいから同じですまないんですけど、仲良くなる方法を教えてください。大事大事。仲良くなる方法は本当にたくさんたくさん DM、LINE で話しかけましょう。遊びにたくさん誘いましょう。わかりました。以上。4人目のお名前は織田涼香さんです。涼香さんです。出身地は北海道です。北海道、北海道の19歳です。19歳、うん、この4人の中では一番早く20歳になります。パリピです。一番早く20歳になります。大人だ。ぜひ誕生日を祝ってあげてください。先輩の口癖はですね、え、あなた誰ですか？どちら様です。わかってるわ。お、よく言います。毎動画一動画一言。やばいやばい。新人が出てくるんで、悪いことではない。新人が出てくるのは新しい引き出しが開いてるということですので、涼香先輩はですね、ふざけると怒ります。そう、うん。パリピです。やっぱお肌を気にしていますので、肌とかがちょっと荒れてしまうと3日引きずります。大事だもんね。確かに、お肌ね、もちもちやるから。3日ぐらい、3日以上引きずります。1週間ぐらい引きずっちゃう時も、治るまで。やばいやばい、ことあります。3日にしとけ。3日、うん、3日です。はい、涼香先生はですね、やっぱ涼香先生、間違えちゃう間違えちゃう間違えちゃう、涼香さんやばいよ。涼香先輩はですね、涼香先輩も同じく漢字を間違われると香るっていう感じに、やっぱ涼香ちゃんと同じように間違えられやすいので、ダメですね。変わるに気をつけて。変わるじゃない。あ、涼香先輩は、実は料理が苦手。あ、え、苦手なの？意外、あんなね、できるって言ってたのに。女子力は高いんですけれど、料理が苦手なので。料理が苦手なので。もうちょっとしかないよ。どうすんの、どうすんの、料理が苦手なので。逃げんの、どうやって逃げんの。料理が苦手なので、玉ねぎをみじん切りすると涙が出ます。泣きます。泣きます。涼香先生はですね、このほっぺがもちもちしていることから、生きる、生き生きない、
はい、いきみ大福。いきみ大福、はい、つまり先輩を一言で言いますと、真っ白い雪見大福ちゃんです。ぽっとりしてるからまだ欲しいって。つぶつぶやったのが恋愛大先生の恋愛大先生、真っ白な雪見大福ちゃんです。すぐやっただけ。あらないよ、全然立ち上がってないよ。あ、そうだった。もう一丁。つまり先輩を一言で言うと、恋愛大先生。恋愛大先生、優しい。お、いつもいつも気にかけてくれる。大好きな真っ白雪見大福ちゃん。あ、いいんだ。よかったよかった。どうやったら仲良くなれるか知りたい。これはただ一つ。ほっぺ触る。おお。本当？本当？本当？あ、本当ですよ、これは。一緒に触ってみて。確かに確かに。両サイド。両サイド触ってみ。どう？どうどう？あ、あ。ということで、ねねちゃんのプレゼンが終了しました。そういうこと考えてね。ね、そう、用意してないですから、皆さん。そう、そうだよね。先生、すごい。不安そうな顔しましたけど、最後、うん、皆さんに研究結果、良かったです。うん、おー。